午前10時の JR 新潟駅新幹線改札前です。混雑や大きな混乱というのは見られないんですけれども、こちらに台風7号接近に伴う計画運休を知らせる張り紙が掲示されています。今日の上越新幹線は上りと下りの合わせて5本が計画運休となっていて、 JR 東日本はこの後も台風の影響で遅れや運休が出る可能性があるとしています。今日帰る予定ではいたんですけど、ちょっと時間を早めて、新幹線とかもその福岡から直行のやつは全部ダメだったんで、でその明日予定があってどうしても今日帰らないといけなかったんで、まあ、逆に新潟経由で帰れて助かりました。上越と中越では今夜にかけて激しい雨の降るところがあり、台風の進路などによって警報級の大雨となる恐れがあります。